カバノドノシュンは、新末民初の政治家、立憲派として活動した。字は、白英。1904年、更新化新士となり、法部主治の位を授かった。その後、日本に留学している。1909年、四川省市議局議長に選出された。翌年、職法を創設して、立憲を宣伝し、また北京に西岸に赴いている。1911年、 鉄道保護運動が勃発すると、四川補路同志会会長に選出された。同年11月27日、侵害革命に抗して、生徒に大韓四川軍政府が成立すると、カバノドの春が届く、主慶欄が副尊くとして選出された。しかし12月8日、給料支配に不満を抱いた四川軍兵士が暴動を起こし、カバノと主はこれを鎮圧できず逃亡した。 中華民国成立後の1912年8月、民主党に加入する。翌年、衆議院議員に当選する。同年5月、民主党が共和党、統一党と共に新歩党を結成すると、川野戸の春はその理事に選ばれた。1916年、国会の復活と共に、衆議院議員に復帰する。翌年7月、北京政府内務部次長兼北京市政。 ただし弁に任命された。翌年、北京、明日放射社長に就く。1921年4月、上海で民衆儀劇者を創設し、月間、タワムレ劇を刊行した。翌年、再び国会議員に戻っている。晩年は郷里に帰り、政治には関与しなかった。1934年10月、北平にて死去。去年60、ありがとうございます。